疑問でしたね。じゃあちょっとりんちゃんの腹立った話を。腹立った話。それは最近の話ですか？これはもうめちゃくちゃキンキンの話で。さらにキンキンの。ですね、私そのグラビアの撮影で、DVD で結構海外に撮影に行く機会が結構ありがたいこと多くて、それがきっかけでハマったのがご当地マグネット集めっていうのになんかハマって、でなんかおばさんっぽいな。本当ですか？友達いなそうな趣味だ。いや結構可愛いんですよ。まあいろいろありますからね。で、私タイに4回、バリに2回行ってるんですよ。で、だんだんこうお仕事で行くにつれて増えてきたので、一回こうちょっと整理しようと思って、かぶってる国は全部捨てたんですよ。捨てちゃうの？集めましたものを捨てちゃう。でも違うんですよ、全部形は。一応形は違います、全部。違うんですよ。まあいいや、ちょっとそこ引っかかってたらもうキリがないんでね。いいですよ、先行きたくないですけど、先行ってください。で、それで捨てて、それでご当地マグネットって集めてる方多分いますか？いや、いないと思う。います？いますかね。これが沖縄のマグネットなんですけど、これなんですけど、沖縄って書いてて、これはハイビスカスなんですけど、その土地の、これ香港ですね。香港って書いてあって、その土地の例えばシンボルが載ってたりとか、あとその国の、それは大体そうでしょうね。そうですね。こういうなんかこう、これはコリア、韓国ですね。でこれはスカイツリーはちょっとこれ違うんですけど、これがバリ。バリはこの素材ですね。木、自然が多くて。マグネットなんです。はい。でこれなんですけど、これも木。いいじゃないですか。で、これバリって書いてあるんですよ。下に。はい。で、これバリって書いてあったんですよ。なんとタイを4個捨ててたんですよ。4個捨てて、バリが2個になってたんですよ。どういうこと？間違えてタイを全部、タイ4回、バリ2回出たんですけど、そういうこと？2回出たからタイを4回、本当だったらさっきのバリのどっちか捨てなきゃいけなかったの。で、私も捨てたのもずっと前で、もう私後悔しても後悔しきれなくて、もうめちゃくちゃ腹立った。それは何腹立った？何ですか？それは何に腹立ちました？それは。マグネットに。自分